袁紹を名手とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利。連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門袁家の袁紹と袁術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。周瑜よ、頭の中だけで戦を描いておらぬか。お主の策、我が輩には現実的とは思えん。ですが政府殿、このまま手をこまねいていれば袁術の勢力は拡大する一方です。おう、そうなって俺たちが飲み込まれちまう前に奴を倒して地盤を奪っちまうってんだろ。シエ殿、無謀という言葉をご存知か。孫策には勢いがあります。そして人を引きつけ奮い立たせる力も。それらを利し、口頭に孫をありと天下に示すならば、今を置いて他にありません。生白い若造が何を申すか。今日はこの辺にしとこう。明日またみんなの意見を聞かせてくれ。おい、待て。おい、あれは言い過ぎじゃないか。俺は周瑜の話にも理があると思うんだがな。理はある。だがそれ以上に熱情で流行っておる。生地再起ある弱敗ゆえにな。ならばそれは今しめねばならん。なるほど。しばらくは我が輩らが戦の何たるかを示さねばなるまいな。袁術との話はついた。孫策、この先はどう動こうと君の自由だ。おう、ありがとうよ、シュウ。みんな、準備はいいか。これから、江東五の地を平定する。俺たち孫家の地盤を作るんだ。剣、諸侯、シュウ、テイフ、郊外、関東、みんなの力を俺に貸してくれ。この戦は速さが命。反撃の隙を与えず、神速をもって敵陣を制圧する。時をかければ兵端でも戦力でも不利となる。戦力を集中し、一息に勝負を決めるのだ。それと今日はみんなに紹介したい奴らがいる。入ってくれ。この二人は周泰と呂蒙。腕が立つんで俺の軍に来てもらった。周傭兵だ。呂氏名と申す。以後お見知りおきを。陣入りか。俺より目立つなよ。それはよいが、そちらのお二方は。
殿の奥方の大凶様、それに周遊殿の奥方の小凶様ではありませんか。はい、あの、よろしくお願いします。大凶、孫作の妻で狂言の娘である。その美しさから妹の小凶と共に二凶と称えられた。孫権の死により孫家の長となった夫を支えたい。大凶はその一心で戦場に立つことを決意する。みんな一緒に頑張ろうね。なんと孫作殿、お二人を連れて行かれるおつもりか。それは私も何度も聞いたのだが、本当にいいのか孫作。まあ二人ともついてきたいって言うしな。それにお前だってわかるだろ周遊、じっと待ってるのが辛いってことは。絶対ご迷惑はかけません。一生懸命頑張ります。私たちだって結構戦うんだから。いたしかたなしか、ご無理だけはなさらぬよう。さあ行くぜみんな、孫家の名前天下に轟かせてやろうぜ。今日も可愛いな大凶。孫作様、もうからかわないでください。からかってなんかいねえって。江東の二凶といえば誰もが知る美人姉妹だ。そのお前を嫁にできて俺は幸せ者だぜ。大凶、もしかして震えてるのか。はい、戦うのは正直怖いです。心配すんな、お前のことは俺が必ず守るからよ。それにお前がいてくれや俺は頑張れる。天下の誰が相手でも負けやしねえぜ。孫作様、はい、私どこまでも孫作様についていきますね。みんな行くぜ。竜葉を通して江東を平定するんだ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。孫家はやはり兵法。へい、いらっしゃい。毎度どうも。高尚者様、呂布様、馬がご入用で。またお待ちしてます。
れに続け。敵を打ち払いつつ石庭を突破するぞ。偵察のつもりか。ならばもっと隠密にせよ。動きが筒抜けの偵察隊など投資はせんぞ。敵の要所ってやつか。楽せ、俺たちがぶっ潰す。門がこじ開けられた。まずいんじゃないのか。見事な戦ぶりを。我らも後れを取ってはおれぬな。南下し敵の情報を集めよう。敵将討ち取りました。立てました。皆さんのおかげですね。
を引き締めて進むぞ。なんだてめえら、俺たちの土地から出て行きやがれ。
態勢を取るのだ。このまま負けては竜陽殿に申し訳が立たん。気力を振り絞るまで。この気迫をも跳ね返すか。つまり竜陽殿、ここは一度引かせてもらう。お前と戦えるのか。竜陽殿の元へは行かせんぞ。ここで防御の陣を敷く。各自すぐに準備しろ。
死ね。なんと竜陽殿が死角に。俺たちの勝負に水を差すというのか。ここで防御の陣を敷く。各自すぐに準備しろ。もう来ないでください。策軍の強さはどこにある。武だけではない、戦う意味、志の差か。敵将討ち取りました。勝てました。皆さんのおかげですね。足止めもできんとは。ならばこの手で孫策らを打ち果たすまで。策か、そう、いや、とにかく迎え撃たねば。増援の要請は絶望的です。何、なんと不甲斐ない奴らよ。このままでは危ういか。太子寺を呼べ。わしを守らせよ。ちょうど俺も戦場に立ちたかったところ。竜陽殿の恩見はこの大使主義が守ろう。お前とは三度目の勝負となるな。今度こそ俺が勝たせてもらうぞ。おのれ、おのれ孫策、調子に乗りよって。すれその勢いが災いを呼ぶであろう。よし、これで東東一帯を制したな。みんな勝ち時をあげろ。俺たちの勝利だ。おやじ、見ててくれたか。東東に孫悟あり。これで孫策殿の名は天下に轟くでしょうな。よかったよかった。殿が思い描いた夢が孫策殿の手で。泣くでない関東、若造たちに侮られるぞ。いいではないか帝府、皆で力を合わせ勝ち取った戦果なのだ。みんなの夢が叶ってよかったね。ああそうだ、これは俺たちみんなの夢だ。みんな本当によくやってくれた。はい、孫策
様のお役に立てて嬉しいです。孫作、太子寺を連れてきた。もはや悔いはない。敗将として生き恥をさらす気もな。さあ孫作殿、この首を打たれよ。太子寺、死んだって面白くなんかねえぜ。そんなにどうでもいい命ならよ、お前の命俺に預けてみねえか。なんと。俺はこの孫をもっとでかくしてんだ。みんなが安心して暮らせるくらいでかく強く。そうじゃねえとこの地に立った意味がねえ。そのためにはお前の力が必要なんだ。孫作殿、俺にも同じ夢を見させてくれるのか。ああ決まりだな。太子寺、今日からお前は俺たちの仲間だ。作兄様、相変わらず勢い任せね。ええ、ですが孫作の勢いと熱さは素晴らしい。それは適した者の心にも火を灯します。太子寺がそうであるように、これからもきっと。姫様、孫作は必ずや天下に勇飛します。彼の孫悟の快進撃はこれからです。曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を占勝。自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。率直？ああ、帝からの命が届いた。不尊にも帝を戦勝した逆賊袁術を討てと。だがこの命の背後にいるのは曹操だ。袁術自身は小人とはいえその勢力は大きい。帝位の戦勝を口実に袁術の排除に動いたのだろう。まあその辺の事情はいいさ。けど袁術もおかしなやつだぜ。天下を取ってもいねえのに帝を名乗るなんてよ。実よりも名を取る、そういう男もいるということだ。君とは真逆だな孫作。君は口頭に袁術に被験する勢力を築き上げた。ただ己の力で実を勝ち取ったのだ。今や君の動きは天下万人の注目するところだろう。さあどう動く孫作。君の決断が天下の行く末をも左右するのだ。下に進むならどの道袁術とは戦うしかねえ。それに親父の剣で借りもある。後ろに曹操がいようと消直受けるしかねえな。けどよ周囲、曹操ってのは底知れないやつだな。覚えてるか奴のあの威風。ああ、いずれ袁術などよりはるかに強大な敵となるだろう。敵だよな。
いつかは戦わなきゃならねえ。その時はきっと天下の覇者を決める戦いだ。それまで他の奴らに負けるわけにはいかねえな。事の次第は話した通りだ。我ら孫悟は曹操と協力し演術を討伐する。諸将は軍を率い樹春攻略に向かってほしい。私も後ほど合流する。以上だ。皆の優先を期待する。気に入らんな。いつから周囲は我が輩に加盟する立場になった。良いではないか。若者に道を譲り脇を支えるのも子さんの役回りよ。作人様は周囲に絶対の信頼を置いてるの。政府の気持ちもわかるけど認めてあげて。うん。それに若いとはいえ周遊殿の知略は見事だ。まさに憔悴の器と言えるだろう。新参の若造が知った風な口を。新参だからと俺を低く見ますか。闊達な孫作殿の臣下ともあろうお方が。おいおい、険悪な空気を出すなって。あら、主体も何か言ってやれ。全然喋らないやつだな。俺より目立ってなくて大丈夫か。何か言ったか。お前わざとか。そんなに俺は影が薄いかよ。こら、みんなでギスギスしててどうするの。これから戦なのよ。失礼、姫様のおっしゃる通りか。すまない定夫殿、俺もつい熱くなってしまった。気をつけよう。いや、俺もムキになることはなかった。いやはや、姫様にかかれば皆赤子のごとしですな。もう何よそれ。さあいいから行きましょう。演術が立てこもってる樹春を攻略するわよ。まあそんなわけでよ、曹操と組んで演術を攻めることにしたぜ。あの曹操が味方とは心強いですね。共に戦うのは董卓との戦以来でしょうか。ああ、今回の戦まず負けはすまい。だがどう勝つかが重要になる。今後も続く戦乱に向け力を蓄えられるか、それを見据えながら戦わなければならないのだ。すまない、お前たちにはまた苦労をかけちまうな。孫作様のためなら私どこへでもお供します。たとえ火の中でも水の中でも。私だって周遊様のためならどこにでも行くよ。じゃあ行くぜ。みんな樹春に攻め込んで立てこもる演術を打つんだ。孫作様、演術を倒すって張り切ってた。でも最近の孫作様どこか焦ってるようで、私正直不安で。ううん、不安になってちゃダメね。私が孫作様をそばで支えなくちゃ。よう、曹操、董卓の時以来か。ほう、孫権のせがれか。さすが高等の虎の息子、立派に成長したようだな。孫権は惜しいことをした。あの男は間違いなく一代の英雄であった。ありがとうよ、その言葉きっと親父も喜んでるだろうぜ。けど
今は昔を懐かしむ時じゃねえだろ。うん、そうであったな。こたびの演術討伐、孫家の働きに期待している。若き虎よ、存分に暴れてくるがいい。ああ、言われなくてもやってやるぜ。行くぜみんな。今までの借り、演術にたっぷり返してね。炎章殿に会い、和解を取り付けねば。陽子、鬱陶しい劉備軍は任せたぞ。劉備軍など増票の集まりよ。この陽子の相手になる者などおるまい。これまでか。務めを果たすことができぬと。やってくれた。伝令、キレイ様が敗走しました。炎章軍との同盟は失敗だ。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。劉備軍か、煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。この地は我らのもの、断じて渡さぬ。敵の勢い、もはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは、将軍風上にも受けぬ。その腐った少年、叩き直してやる。剣業が落ちるとは、なぜこのような目に遭わねばならぬ。立てました。皆さんのおかげですね。伝令、縁員様が敗走しました。剣業は孫策軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうな。進行に備え、急ぎ守りを固めよう。ある陣を前にして、無礼な奴らめ、誰か、奴らを打ち払え。敵を押し込むぞ、続け。という強さ。こじく敵将、討ち取りました。
酷な戦ぶりです。目標は決まった。進め！守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。目標は決まった。進め！彼の血を攻め、それを接収する。みんな、進め！他の要所を目標とする。いざ進軍せよ。よくやってくれた。みんなよく戦ってくれた。見事な働きに感謝する。ふん、若輩者にしては悪くない式だったか。そうよの。孫作殿や周遊殿の若き力とわしらの老練の部、これが合わされば向かうところ敵なしよ。俺も老練の方に入れられてんのかな。まだ若いつもりなんだがな。いい陣容だ。演術なき今、高騰は一定の安定を見た。これで腰を据えて次の戦の準備ができる。次の戦？まだ倒すべき敵がいると。ああ、俺たちは巨匠を攻め曹操と戦う。なんと曹操は今手を組んだばかりの相手です。演術が片付けば曹操にとって次の敵は袁紹。河北の雄との決戦に向け軍を動かすだろう。我ら孫吾はその後輩を突き巨匠を落とすのだ。巨匠を落とせば我ら孫家は中原へ入る。それは天下への大きな一歩か。周囲、何という策を。いくらなんでも無茶というものよ。テーフ殿、お主も言ってやってくれ。尋常な策ではない。だがそれゆえに敵の虚をつける。そういうことか周遊よ。ご明察の通りです。承知した。やってみせよ周遊。テーフ殿。若さや熱さに浮かされたわけではない。勝機があると踏んだまでのこと。お主までもがそう言うか。ならばわしも一肌脱ぐとするかの。周遊
様すごい、私その作戦大賛成。孫作殿と周遊殿ならばこその一手か。面白い、この俺も全力を尽くそう。ありがとうみんな。まあすぐに攻め込むってわけじゃねえ、曹操と袁紹の動きを見つつ準備しねえとな。今はまず帰ろうぜ、俺たちの孫悟によ。やりましたな殿、あとは袁紹を倒せばもう殿を阻む奴はいませんや。いや、真に恐るべきは孫策よ。わしは孫権が倒れれば孫権などついえると思った。だが奴はわずか数年で高等の覇者となった。そしてこたびの戦ぶりよ、わしの波動を阻むのはあの若き虎やもしれん。あの小僧がな。さてどうでしょうか。私にはそうは思えません。おお、なぜだ、書くかよ。孫策は高騰にはびこる勢力を一掃しました。確かにその力は見事ですが、恨みを買いすぎています。それに対して彼はあまりに無頓着です。高騰の小覇王は前しか見ていない、いえ見えていないと言っていい。いずれ強襲に倒れる、そう思えてなりません。うん、精進が英雄を止めるか、つまらぬ話だが考えられるな。思えば孫権の死もまたそうであったか。だが孫家は竹木虎の群れ、いずれその一頭がわしと並び立つやもしれん。その時虎はどのような道を選ぶか、うん、今から楽しみよ。大凶は必死に戦い演術討伐に貢献した。その結果孫策は高騰をほぼ制圧することとなる。孫策は瞬く間に大きく強くなっていった。だが妻である大凶の顔色は冴えない。彼女の目には夫が生き急いでいるように見えたのだ。そんな中大凶は孫策に呼び出される。よう大凶。孫策様、わざわざ呼び出して悪かったな。お前の顔見たくなっちまって。いくら巨匠攻略でお忙しいからといっても無理はダメですよ。なんとなく顔色も優れませんし。じゃあちょっと一休みだぜ。孫策様。あの飛んでる鳥、なんだかわからねえが俺たちみたいだな。肥沃の鳥ですか。雌雄の翼を合わせて一体となって飛ぶ、そんな伝説の鳥ですよね。ん、いや、まあそんな感じだ。もう孫策様ったら。大凶、新しい時代の風だ。俺たち二人でどこまでも飛んでいこうぜ。